本日もできませんでした。すごく悔しいです。すいません、長浜さんからどうしても3取りたいのです。コロケホールまだカード決まっていないじゃないですか、長浜さん。そこで試合組んでいただいて3取ります。ハルコのカードを6人タッグにしようと思ってたのよ、コロケ。なので、あ、丸子軍対長浜軍作ろう。今参戦が決まっている他団体の選手は、ひろよさん、チェリーさん、まことさん、リーダー選手だね。この4人です。どうする？じゃんけんで勝って選ぶ。今最初の軍、じゃんけんぽい。
シングルでは勝利が実はまだなくて、私はシングル初勝利をしたいのです。ほう、はい、というわけで私は根に持つタイプの女なので長浜さんにシングルで負けたことを忘れていません。お、はい、そして同期です長浜さん。おなのでマルコの前にですね、私長浜さんとシングルやらせていただけないかなと思いまして、ごめんねマルちゃん。え、長浜来週のスケジュールどうですか。今月結構好き好きです。おじゃあちょっと12日オファーさせていただいて OK だったら、ゆきひまや対長浜ひろえのシングルを組もうかな。あ、よろしくお願いします。わかりました。
思ったのですが、それもダメでした。すごく悔しすぎて涙も出ないです。また挑戦したいです。また挑戦したい。こうなったらベルトを持ったまま引退してもらいたいなと思いました。猫さんが何言ってるか全然わかんないんですけど、皆さん、わからない方もいらっしゃると思うんですけれども、そのベルト、私が作ったベルトなんです。トライアングルに魅了されて、私がこのベルトを作ったんです。最後に挑戦させてください。にゃんにゃんにゃん。もう一人、もう一人は誰？はい、自分。今携帯で。キムさん、すみません、自分このベルト引退でそのまま返上っていうのが嫌なのです。ちょっと。っていう言葉もちょっとジーンときたので、ちょっと考えてもいいかな。マルコとキュウリ、スケジュール、なんか修学旅行とかがあってスケジュールキュウリが出れなかったりするから、ちょっとそういうのもいろいろ考慮して考えさせてもらってもいいですか。はい、そして、もう1ヶ月切りました。大晦日の後楽園ホール大会、この日はですね、私たちシャウンをかけておりまして、800人入りましたら、3月12日の後楽園ホールで使える金券1000円を、来場者全員にプレゼントさせていただいてます。そして1000人超えましたら、3月12日の後楽園ホール大会、アイスリボン所属選手は、スクール水着でしたいと、はい、発表させていただいていますので、皆さん前に、前を目指して、頑張りたいと思いますので、皆さんまだ買ってない方はぜひチケットの方お買い求めください。では最後締めてくれるのは、ちょっと待ってください。はい、その件に関して物申す。なんで未成年っていう言葉だけで自分たちは特別扱いされなきゃいけないんですか。そうなんです、スクール水着って言ってたんですけど、未成年はちょっと要相談みたいにしてるんです今のところ。自分たちだって1000人超えたらみんなと一緒に喜びたいんですよね、ゆうか、はい、ねえキュウリ、はい、っていうか、スクール水着っていう言葉だけが先走ってるんですよ。昔、10代の女子レスラーはスクール水着で試合してたんですよ。この画像をご覧ください。決めました。大晦日1000人超えをしたら、この画像のようなコスチュームで